新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した不審な電話が増えています。全国の消費生活センターに寄せられた相談が昨日までに1万2000件に上ることが分かりました。国民生活センターによりますと、全国で新型コロナウイルスに関する不審な電話などについての相談は1月から昨日までで1万2000件に上るということです。相談件数は1月時点で152件だったのに対して、先月は8163件と急増しています。皆さん不安に思われていることが背景にございまして、そのままだと自分がかかってしまうかもしれないと思わせるような勧誘が複数見られるところです。外出を自粛している高齢者を狙い、資産の状況などを聞き出そうとする電話も多数確認されています。こういった電話は強盗被害につながる可能性があり、国民生活センターは注意を呼びかけています。